スト6が根性値廃止したり、ギルティギアが根性補正かなり緩くしたり、最近の格ゲーは根性値の重要性が減っていってるのが増えてるんだけど、根性値ってなんで採用してるん？それはちょっと作った人に聞いてもらわないとわからないかな。それはね、作った人に聞いていただきたいな。あ、違うか、逆か。なんで採用してるのかって話か。なるほどね。そうだな、まあ、最近のゲームは根性がない。まあ確かにね、そういうことか。根性なしの人々に合わせた形でしょ。最近のゲームは根性がないってことよ。まあ根性値って何なのって話なんだけど、根性値っつうのは体力が減ってくると非ダメージの、なんつうの、防御力が上がる大抵なやつですね。自分の体力が減っていくと防御力がどんどん高くなっていくっていうのがよく根性値と言われますので、昔のメルブラも、自分の体力が減ってくると非ダメージが抑えられる、要するに根性値があるっていう仕様がありました。で、中には根性値が変な値に設定されてるキャラもいた、メルブラは。例えばメカヒスイとかは最初硬いんだけど、後半逆に根性値が働いてむしろ柔らかくなるっていう作りになってたはず。で、まあそういうのがありましたね。で、根性値ってどういう作りになってたかっつうと、確かメルブラは、旧メルブラね、は体力1万ぐらい、1万じゃねえか、まあ、体力を4分割しておいて、最初の4分の1の時の防御力係数、これが 1.0 ですと。で、次の4分の1の根性値というか防御力係数が 0.9、 まあそんな多くないけどね、本当は。で、次が 0.8、 0.7 みたいなって感じで、だんだんこう非ダメージにその係数がかけられて硬くなっていくみたいな、そういう感じになってるゲームが多かったです。まあ実際には 1.0、0.98、0.97、0.95 とか、なんかそういう細かい計算になるんですけど、アキハとかが最後の方の根性値がすげー高くて、いくつぐらいだっけ、 0.8 はいってなかったような気がするけど、結構硬くなるんだよね確か。で、赤種アキハとかがすげー柔らかくて、まあ、全然根性値効かなかったような気もするし、メカヒスイとかもすぐなんか防御力がむしろ下がっていく、根性値が下がっていく、ロボットだからだんだん壊れていくみたいなのを表現するために確かそうなってたはず、とかがあったんですよ。で、根性値ってなんで採用してるんって話なんだけど、まあ、基本はやっぱりこう接戦感を表すためっていうのがまず一つよね。接戦感、なんか、まあなんだろうな、ある程度実際には結構差がついてる試合でも体力ゲージを見ると僅差に見えるなっていう方が、まあ、比較的ギャラリーアピールは高いよねっていう意見もあったです。で、まあやっぱ人間的にもさ、負けそうになってから漫画とかでさ、結構根性値上がるじゃない、ギリギリな体力になった時ほど、なんかその耐えてさ、相手の攻撃耐え食らってもドットで耐えてみたいな方がちょっと面白い感じがするじゃないとかで、まあ、そういう雰囲気があるんじゃないって感じで大昔の人が作った仕様なんですよね、この根性値っつう概念は。この概念自体はね、俺は結構悪くないというか好きな概念だとは思う。例えば、まあそう、なんだろう、残り体力に応じてゲーム展開がちょっとずつ変化してるっていうのも、まあ、細かく違いがあって好きかな。まあ、淡々とした試合展開の中で少しずつ差が生まれてくるっていうのは結構面白いと思う。なんで採用してるかっていうと、そういう何らかの作り手の考えがあるんだとは思うね。メルブラは、旧メルブラに関して言うとキャラの個性付けだったはず。その原作ありの格ゲーなんで、キャラクターのそのなんだろう、スペック、スタッツというかに、まあ、ちょっとずつ差をつけていくっていうのは大事だと思うんだよね。で、どこに差をつけるっていうと、普通はさ、攻撃力とか防御力とか、あとはまあ移動速度とかジャンプのスピードとかさ、重力とか、まあ、スマブラそういうの結構あるじゃないっていう中で、まあ、根性値というパラメーターがあれば、それは使っても面白いんじゃないのことになるんだよな。キャラ付けの一環の、キャラ付けの一つだよな、一つのパラメーターというか。もちろんそれでゲームバランスも変わってくるよね。根性値が高い低いで結構ゲーム性は変わってくる。キャラによって根性値が高いキャラだったら、体力少なくなってから強制解放で体力増やそうってなるし、根性値が全然ないキャラクターだったら強制解放はもっと早めに使うべきとかになるわけ。
だから元のメルブラの強制解放ってシステムとか削りバイタルソースのシステムと根性値っていうのはまあそれなりに相性がいいというかちゃんと考えられて作られていたはずです。でじゃあなんでタイプルミナレなくしたかっていうと、まあ、1個はやっぱ分かりにくいんだよね。分かりにくい、うん、俺は別に根性値はあってもいいとは思ってる、正直あってもいいとは思ってるんだけど、なんだろうな、アップデでじゃないな、そのメルブラも一番最初の無印の時って根性値あったかな、多分なかった気がするんだよな。リアクトぐらいからあったのかな。まあちょっとずつなんかだん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 足していったものだし、いきなりね入れてもなちょっと分かりにくいよなって気はしてましたね。そうですね、まあっていう感じで、でこの話ってちょっとややこしくて、根性値で体力差をつけるか総体力で体力差をつけるか、あとは防御力で体力差をつけるかみたいな、そのなんだろう、体力の多さっていうのを表現するのにいくつか手法があるわけ。体力を1万と1万5000のキャラがいるゲームにするか、防御力、体力が共通で1万なんだけど防御力が 1.0 と 0.75 とかにするみたいな。これってなんか違いがあるのっていうと、基本的には違いがないんだけど、ないんだけど表示されるコンボダメージの数値に影響があるんだよね。コンボダメージの数値が今のタイプルミナ出るじゃない。で昔のメルブラも出たんだけど、数値がさ安定しないゲームってよく分かんない感じになるんだよな。数値が安定しないゲーム、例えば俺は体力4000出るコンボダメージ、4000出るコンボを使ったのにキャラによって4100だったり3600だったりするって言われると、なんなんみたいな感じになるんですよね。 A っていうキャラクターに3000ぐらいのコンボやってて、新しいコンボルート探そうつって調べてて、 B ってキャラに3800って出て、おダメージ上がったなって思っても、 A ってキャラに試したら3500しか出なくて、あれみたいなっていう感じで、こう物差しとしてやっぱコンボダメージをベースに考えたいなってゲーマー的には思うのよね。だから総体力で差がついてくれてた方が俺はねやっぱ分かりやすいと思うのよ。そのなんだろう、見てる人も、あこの人すげえやり込んでるっていうのが分かるわけよ。この人すげえ B 指導から4500取ったってなるじゃん。まあちょっとオタク的な思考ではあるけどね。それがなんだろうな、やり込みなのか相手の体力が、相手の防御力が少なくてめちゃくちゃ減ったのかが分からんので、なんだってなるじゃん。まあ、それはそれでデメリットだけじゃないんだけどね。という感じで、そういう感じになってると。まあ、その辺がね、俺は分かりにくいかなと思ったんで、アンダーナイトも無印までは根性値があったんだけど、その問題があって、やっぱ変えようかなっつって、エクセレイトから根性値はなくしてますね。知ってました?無印アンダーナイト一応根性値あったんですよ。という感じで、そういう風になっておりますという感じです。以上です。お便りいただきありがとうございました。